川崎競輪解説74周年記念 G3、大歌賞、海老沢聖杯、優勝賞金532万円は、今日18日開幕。初日は 12R 特選をメインに一時予選が行われる。その特選は地元エースの軍司公平に期待したが、グランプリ覇者の松浦雄志、そして深谷智弘、佐藤慎太郎、 清水優ともら SS 戦士が熱戦を繰り広げる。より小さい 12R、地元エースの軍事に期待した。ラインができる自力型は機体、深谷、清水の3人だが客室的にも機体が主導権を握る展開が有力。機体につける軍事は別線の巻き返しを警戒しながら直線抜け出して勝機。清水、松浦の中国 SS コンビの1、イコール。 9、交勝負。1、松浦雄氏自分の体調不良が長引き、そして家族も体調を崩してしまい指導が遅れた。練習量がこなせてないが、そこまで悪くない。清水君に任せる。1、軍事公平この1週間はしっかり練習して調整も入れた。期待3へ、今年は G1 で結果を残したい。3、 佐藤慎太郎和歌山は準決勝が良くなかったが最終日の一着でなんとか。難関が分かれるなら深谷くんへ。4、諸橋めぐむ松山後は風で一日休んだが、その後は練習できた。短期戦、と、深谷智弘大宮後は疲れは取れたけど、良い練習はできなかった。神奈川の記念なので自分が一番前か一番後ろも考えたけど初日は別でやる。 自力、6、田川賞練習は継続してやっている。一人で何かできるように。7、松谷秀幸前回は足の感じは悪くなかった。練習もできた。地元の三番手。8、北井勇気松山は積極的な走りで優勝できた。前回よりいいと思う。自力、9、清水祐とも大宮決勝はいい状態で迎えられた。 いつも通りに練習した。川崎は好きなバンク。自力。